Hi hat Mike ja. I will take you. うん、こっちで、はい。ミスどこ行くの？ミス、そっち行けへんよ。みっちゃんほら、おお、顔跳ねられた。お姉ちゃん迎えに行った、ミス。迎えに行った。ほら、ミス。ミス。ミス。ほら、袖かむ、袖かむ。怒って怒って。ダメやろ。ダメ。袖かんだらダメな。ダメ。こっちこっち。おいでや。おいで。ビース。ビース。ん？なんか埋まってたんですかね、これ。何？この穴。あ、何やろ？それはちょっとわからんな。なんか木がなんか埋まってたのかな。何の穴でしょう？なんかが穴掘ったんかな？モグラでも穴掘ったんかな？綺麗な形の穴なんですけど。ねえ。それか水が流れたんかな？あ、掘ってるね、なんか。掘ってるわ。
ぶっちゃん。あれあれぶっちゃん。ぶっちゃん。ぶっちゃんは入ってこい。ぶっちゃんって言ってこい。ぶっちゃんはあれか。お姉ちゃんと一緒がええか。なっ何回かね話したことあるんですけどね、この木が昔雷でこれみんな倒れたんですよね、あのこいつ、これに落雷があって植えないでしょ。でその横のもちょっとあの筋がいったみたいになってるでしょ、言うとそこら辺ね、あれ電気が流れて燃えたんですよ、ここだけね。でこれはあの夏場の落雷やったんで、木があの水あげてたんでね、水蒸気爆発みたいになってもうここら砕け散ったんですよ、木がね。でその時にこの木に電気が下流れたんで、地面に入ってこの U 字工をずっと通って、U 字工でうちの事務所の方まで来て、ほんでこいつの白土武器がどうもちょっと感電したみたいになって、はい、それから白土武器雷が怖くなったんですよ。それまで雷なんか全然気にもせんかったんですけどね、平気で寝とったけど、だんだんなんかそれ以降多分それがきっかけじゃないかなと思うんですけどね、ちょっと怖がるようになっちゃってね。白はもう遠くで鳴ってるのに僕ら聞こえへん時でももうあのうろうろしだして怖がるようになったんですけど、今また怖がらなくなったんですよ、耳聞こえなくなったから。ああ体で感じるよりもやっぱり耳の方で、耳の方で先にやっぱり低いあの雷の音なんでね。で最近はあんまりもまたあの遠くで鳴ってる分は怖がらないようになりましたけど、近くまで来た時はまあ怖がってますけどね、またね、さすがに聞こえるんでね。吐く、いくよいしょ、よし、まだ起きれるな。な、起きれる間は散歩行けるな。大丈夫、大丈夫。よいこ、あそこら辺ね、あれ鹿の寝床になってるんですよ。ここら辺だけちょっと草生えてなくて感じが違うでしょ。ここあの毎晩じゃないんですけど、時々鹿が何頭かで寝てるみたいです。夜そろーっと来たら
そろっと来てももう向こうの方で逃げてしまいますけど、この山の中入ってガサガサガサとこっちの山の中入っていくの音聞こえますからね。へえ、やっぱりこうちょっとした平面なところで休むっていうか。そうですね。で、あのいろんなところでこう毎回同じところで寝ないみたいで、場所変えてるみたいですね。だからあの、まあ、草も食べるやろうし、草ないですよねここだけね。おとついもなんかあのすぐ近くで、夜も流してるライブの分があって、そこですごい大きな声で聞こえとったんで、ここで泣いとったんかもしれませんわ。あれ事務所はもうちょっとあっち、もうすぐそこなんで、もうすぐこの用水路からちょっと行ったとこなんでね。あ、匂うんですよあれ。最近またいてたみたいで、あれ匂うんですよね。もうね、白土仏教はさすがにその辺は慣れちゃっているんで、あんまり気にしないんですよね。ビスはまだそこまで慣れてないから。何の匂いやら思ってるんでしょうね、あれきっとね。まあ、白夜仏教はね、鹿も食べてますから。でも、まあ、ビスはまだ食べたことないし、まあ、近いうちにまたあげようと思ってますけどね。あっちへね、ずっと降りていく道があるんですよ。ビス、ビス、帰っといで。ビス。よし、帰ってきた。すごいな、帰ってきた。帰ってきた。ここでビスがゴロ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 転がって、なんか気持ちよかったので、ここでビスがね転がったんですよ。下落ちてっちゃうの、ずれながらね、あの何遍も上がってきて転がっては落ちていってしてましたわ。なんかでもここ開けてないですか。うん、ここもずっとね、これ通路ですわ。これはずっとこっち通路で、あっちへ曲がっていってますよね。だからあのさっきのところからこう出入りしてるんでしょうね。